えー、こんにちは。今日はつれずれ草を読むの52回第52弾です。えー、実は私これそうですねもう10年くらい前でしょうかねすでにあの YouTube にあのど画像付きで上げてあるんですね。というのもこの52段のこの話というのは教科書にも載っていましたね高校だと思いますけども高校か中学か。 <ん>中学ぐらいでも載ってるかもしれませんね昔ね、えー、分かりやすい話です本当に。でこれがあの非常に分かりやすいので今この画像を見ていただくと52段の上に丸がついてますけどねこれはあの私の頭の上にある岩波文庫のワイド版の原本にもこの丸がついてましてこれは分かるぞと。 でつれずれ草のあのー、分類をしますとね、えー、このストーリー的なものが一つありますあとはあの評論みたいなね感想みたいな花あ庭というものはこうであるみたいなそういう,うーん要するにいわゆる随筆的なものそしてあとは あの昔の事実の記録ですとかねこんな人がいるよというなんかメモ的なものもあるんですね。で一つ一つバラバラに読むと「えなんだこれは?」と思うんですがゆるるいがががりがどううもあるような感じがするそして第一弾序、えー、があって第一弾からずっと243弾までつながるわけですけどもね。 そののの中にいいろんなタイプのものが並べられているですからおそらくあの現代でもそのバリエーションというかね同じものをずーっと続けていると飽きてしまうわけですけど時々その調子とか、えー、書き方が変わっていてそんな楽しみもあるんですねつれグさん、私も、うん、あの一からずーっと読むのはまあ生まれて初めてになるわけですけど。 大抵の人はあのいいとここりでそこだけけけ拾って読んででるわけですけど、ね、だからツレズレ「つれづれ草」の虫食い部分みたいなね、えー、虫が葉っぱ食うようにポツンポツンと食ってるわけですけど今端からずっと言ってるわけです。でこれはですね毎回お話をするんですけど、えー、音読をする声に出して読むための手がかりを私が提供するというそういう、えー、動画です。 つれづれ草のこの52段についてそれはこういうことを意味していて何がというふうな解釈的なことは最小限ですね。どこをこをう読むという読み方をご紹介しますんであとは皆さんがご自身で声に出して読んでもらうと味わえると。で文学鑑賞の一番いいのは目で読んで頭で解釈するのではなくまさに「 その言葉の流れの中に入り込んでしまうそのためには声に出して読んでいくという方法が一番いいのだと思っています。うーそんなとこですかなでこれはあの人物が出てきます、ね、そのまこの3つ4つ前にもねやはりあの人物が出てきてうんその人が面白いんですね。 でこれもう一つ言っとくと「つれづれ草」のテーマ何ですかというとねやっぱり人間でしょうね。こういう人間がいるよとかねこの人こんなこと考えてるよとかねこんな人がいましたとかねでさらにその人間の中心にいるのは誰ですかというと健康さん自身の人間の奥にあるいろいろなものの感じ方とか生き方とかね まさにあの健康さんの人物が、えー、こんなもの面白があるのかみたいな、ね、そういうところも含めて見えてくるのはズレズレさの面白さだと思います。というところで中身に入りましょうかね。えー、あもう一つ言っておきますね。で今私前半は解説です。おそらく三分の二ぐらいがあの順に一節ずつ読んでいくんですけどもね。で最後に まとめの通して読んだものが何分何秒というところでこの動画の下に表示をしてますので解説は面倒だそんなものを聞きたかないやっていう人はいきなり読みへ飛んでくださるとこの読み方の赤い印の入ったこのページと私が読んでる最中が見えますので時間の節約になると思います。では52だ 読みます仁和寺にある奉仕ですねあこれ気取って読まなくていいんだ <laughs> 下読みだ坊坊さんです忍寺の坊さんんでですすの、ね、これが人物ですでこれはもう先見てよく知ってますけどねこの人は登場人物主人公ですね。さあこの人がどうしたかというと年寄るまで年寄るの世ですねアクセント。 年寄るまで岩清水を拝まざりければ年を取るまで岩清水岩清水はこれもね岩清水は八幡宮だったかな神社ですね拝まざりければで「け」にアクセントが拝んでなかった拝みに行ってなかった岩清水心浮く覚えて心浮くこの浮くも面白いですね浮くっていうのは浮くんですよね心浮く。 っていうのはなんかこのうも面白いでしょ声に出す意味でて心を浮くっていうのはあうっかりとかねうう,うっとなんかこう行き詰まるようなね心を浮くうっかりしちゃったなあのうだと思いますよ心を浮く覚えて何か心を浮く覚えたんですある時思い立ちて思い立ちてのたある時のあ ある時思い立ちてただ一人一人で価値よりもうでけりある価値よりで寄ってでしょうね歩いてもお参りに行ったともうでけりふっと思いついたねいや行ってねお上行ってないなよしじゃあ行ってみようと一人で一人でってポイントですねただ一人価値よりもうでけり歩いて行ったと。でどこを見たかというと極楽寺極楽寺。 ででではないいいしょうね甲羅でいいと思うねねと思極楽寺コーラなどを拝みて拝んだんです極楽寺とコーラを。かばかりと心得てこういうところにね心が出るんですね。かばかり。かばかりっていうのはねかはねこれですよ。これだけだな。かばかりと心得て帰りにけり。かばかり。あこれだけか。 かかばかりと心得て帰りりにけり心得てってまさに心を得るんですね。思いが来ることを心得る。いいか心得たかっていうのはね、えー、心の中に留めておく。心得て帰りにけり帰ってきた。これで話が前半ですね。さて。さては四角入れとか。さてというのは接続語さて次にどうなった家いの人に会いて。 片絵も分かんないですね片絵の人っていうのはそばの人っていうのかな傍らの型かもしれないね片方の型かもしれないでそういうあの語呂みたいなものがあの古い言葉って残ってんですよね語源になるようなねあのベースになるような言葉があってそれがいろんなものに応用されている片方傍ら片片方。片 傍らそんなとこでしょうねその人に会えてとだから何か付き合ってるとかあの近所の人とかねその辺の人とかねでこの人がしゃべるんですよ年頃思いつること思いつることいや年来です年頃年々ずっとですね年頃思いつる思いつるは思ってきたこと「果たしハンベリンいや果たした」ずっと思ってたことをね果たしたような ハン,ベリヌハンベリヌっていうのは謙譲語で「ございますと」と「果たしてございます」っていうかね「果たしましたよと」と聞きしにも過ぎて聞きし聞きしにもがいいかな木を立てましょう聞いていたことにも過ぎてですね過ぎてっていうのは「超えて」です聞いていたことにを超えて尊くこそおわしけれ。 こそとけれですこれもよくやるんですけどねずっと出てきます「こそけれぞなんとか」っていうね「かかり結び」って言ってますけど尊くとっても尊く「おわしけれおわしませ」ってねあったよ尊かったよ、ねええー、そうそうそう尊かったいや聞いてたよりもいやよかったよでこの人見たのは極楽寺コーラですねを見てきたと。 さてでしょところでっていうかねそも,そも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 のそも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 っていうのはどっか話がポンと転換するのはどうもそもだ。さて参りたる人ごとに山へ登りしは参りたる人ごとに山へ登りしは何事かありけんこれですね。 参りたる人はお参りに来てた人がそれぞれ山へ登ってたこの死って登り死の死はね登り死あり死あの登り死は登ってたのは何事かありけん何があったんでしょうかなとゆかしかりしかどゆかしかりしかどの死ですゆかしかりしかどゆかし何やらゆかしっていうのは心誘われるんでしょうかね なんかあれみんな山行くけど何じゃろうなと思ったいやなんかちょっと惹かれたけども神へ参るこそ本位なれと思いていやいや神様を参るんだと山行くんじゃないんだと神へ参るこそ本位なれと思いて本位って本当の目的ですね。本当ののの気持ち元の中心の目,目的と思いて 本になれと思いて山までは見ずとぞとぞの「と」のアクセント「山までは見,、えー、見ずとぞ行ける」と言ったこの人は仁和寺にある奉仕ですね「石、えー、清水へ行くよ」と言って行ってきた「いや行ってきただけどんかみんな山へ登ってくる、ね、私はね山は関係ないからねすぐ帰ってきたよ。山は見なかったさて 少しのことにも少しの子です少しの少しのじゃないこにアクセントね少しのことにも選脱はあらまほしきことなりあらまほしきあらまほしきほしきをねあらまほしきじゃないあらまほしき荒間欲しき,あ欲しきことなりあらま欲しいあるはあらですねあって欲しいことだ 先に立つ人を先達っていうんですね案内をする人ですでこれはね本当これだけじゃ分かんない何言ってんのかなうん <laughs> それはあの岩清水八幡宮ってこれが山にあるってことを知らないと解釈はできないですねこれだけでやっぱ大変なとこはここでしょうかな、うん、要するに 知らずに行って、えー、自分で一人で行って見てきたのは、えー、岩清水八幡宮なんだけどもその極楽寺と甲羅という山の下の方にあるものを見て帰ってきてしまったとんだよなんだよ,なんだよ肝心のもの見なかったじゃないかルしたみんな山行ったんだよというね案内を知らずに、えー、行くとダメだよと。でこれはの前回第51弾を見たんですけどねこれにも 要するににプロに頼まなきゃダメだよと素人みたいな人にね、うん、水車作らせたらろくなもんができなかったですからこの仁和寺の法師さんも誰か優れた選択道案内導きがあればちゃんと石清水へお参りできたんだけどそういうものにも欲しいよねとで少しのこと。 で前回51段はよよろずにって言ってて言ますよねどんなことでもこっちは少しのことでもちょっとしたことでも選達っていうのはあった方がいいよねっていうわけですね。ですからあまあこれは学び事なんかみんなそうですけどもね誰かに何か学ぼうかなっていう時にはあの自分で勝手にみんなやりたがるわけですけどもちょっと選達はいないかなというねそういう選達はやっぱ大事だと。 まあ何しろそっから始まった方がいいでしょうというねそういうわけですね。というところで、えー、読み通してみましょう。第52弾仁和寺にある胞子年寄るまで岩清水を拝まざりければ心快く覚えてある時思い立ちてただ一人。 価値よりもでけり極楽寺甲羅などを拝みて蚊ばかりと心得て帰りにけりさて肩江の人にあいて年頃思いつること果たしはべりな聞きしにも過ぎて尊くこそおわしけれそも参りたる人ごとに 山へ登りしは何事かありけんゆかしかりしかど神へ参るこそ本になれと思いて山までは見ずとぞ言いける少しのことにも先達はあらまほしきことなりというわけですえこれで終わりにしますどうもありがとうございました